子先生と学ぶ鏡は。はい、パーコ先生こんにちは。はい、こんにちは。ですね、今回はちょっと漁師さんたちから話を聞いたんですけど、はいはい、岩肌についた石灰層を剥がすことによって、はい、そこに海藻の胞子が落ちて、はい、で芽が出るっていう、うん、そういう症例があるっていうことで、なるほど。ちょっとですね、実際本当なのかと、はい、でちょうどこれからね、水温グッと下がってカジメが入ってくる季節なので、はい、ちょっとそこ胞子が今落ちてるシーズンでもあったので、はい、そこを狙ってちょっとよしと思ってやってきたんですね、はい、でこの日はねこんな感じでお天気も良くて、ね、天気いいですね。はい、満ちてます。満ちてます、ね、結構もうギリギリですね。そうですね、はい、この潮回りもね冬の感じになってきましたね、はい、いい感じになってきますね、はい、もうね朝日が眩しいんですよ。あ、これ朝なんですね。朝です、朝です。朝一、そう、もう私はね朝一仕事します。なるほど何でも朝一、何でも朝一やりますからね。朝一がいいですね。そう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 、そうなんですよ、はい、ってことで石灰層もねこれから剥ぎに行くっていうところなんですけども、はい、はい、まあ、今一生懸命説明してますわ。はいこれ自分で自撮りしてきました。あ、なるほど、はい、こうやって、あ、こうやってってもわかんないですね、はい、こうやってということで、はい、でもね、この日、ね、本当に綺麗で、あら、まあ、はい、お魚いっぱいいますね、まだ。そうなんですよ。で、ちょうど水深10メートルあたりにね、はい、すごい海藻生えてるんで、ちょうど距離から言うと、まあ、胞子って半径10メートルぐらいの範囲に落ちるっていうの。結構遠くまで行きますね。はい、なので、まあ、その辺を狙ってってことで、ちょうど10メートルラインに胞子たくさんあるので、その胞子が8メートルの方まで、はいはい、水深8メートルまで来ればいいかなと。はい、ちょうどねこう入ってた跡とかあるんですよ、魚に食べられちゃって、ね、今なんか全体的どこのポイントにこの茎だけ残ってる感じですよね。そうなんですよ、はい、これちょうどね190度の目あたりなんですね、はいはい、で昔ねここねカジメがすごい生い茂ってたんですよ、はい、ということでもう一回ここに生い茂ってね、生い茂ればいいなと思って。ここ水面とかまで海藻届いてました。あ、水面までは行けないですねはい、カジメがねすごい、あ、カジメがねすごいこう、ね、ボリューム、はい、いい感じで入ったんですけど、今ね1個もないって言ったらちょっと変なんですけど、まあまあ、でも入ってもないのでね、で、まあ、ね、こんな感じで、うん、ついてる石灰層を剥がしていくんですね。なんかちょっと前からあれ多くないですか、黒のりがすごい増えましたよね。そうですよね、多分長い海藻が伸びない分、低い海藻が育ちやすい環境なんでしょうね、はいはい、黒のりとかいっぱい生えてていいものなんですか。でも黒のりって西伊豆とかも結構生えてるんですよね。そうなんですよね、でもあれもいいですよね、光が当たると、ね、綺麗ですよね。でもこうカニの手でしたっけ、この海藻、はいはい、もうすごい、もうこれが一面覆っちゃう感じ、はい、いいですよね、今はね、割とね、もうこんな感じでシャカ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 、早送りなんで吐く息がプンなかなか結構、こうやってやってるとね、こう魚が寄ってきて、はい、ね、私のずっとね、仕事中の相棒でしたね、こっちね。仲いいですね、随分。はい、仲良しです、ね、はい、常にコミュニケーションというのがやってましたねずっといますね、で、一応これやった範囲っていうのは全部やるのもどうなのかなと思って、比較対象できるように、はいはい、一応こう光が照る方向と照らない方向とか考えて、はい、はい、いろいろ考えたりとか、3箇所ですね。3箇所もやったんですか。やりました、やりました。で、各1箇所ずつ畳1畳かなぐらいの範囲で、はい、削らせていただいて。なるほど。で、こんな感じでちょっとね、うん、これ写真がよく岩肌が出てきて、はい、でほら岩肌がめちゃめちゃ魚なんか食べきてますよ、ね、はい、多分剥いだことによってなんか下のなんか出てきたんでしょうね微生物がね、なんかね、なんか 2,3 年前ぐらいに一回港の近くの、はい、なんかテトラの周りをみんなでハギハギしたことあるんですよ。あ、本当ですか。その後の結果が知らないんですよ。あ、本当ですか。ハギハギだけさせられて、あ、多分それ実験してるんでしょうね。まあそうですね。漁師さんたちとかはね。どうなったんだろうって。だって今回これやりましたんで、はい、どうなるか。そうですね。はい。ここに入るといいなって思ってるんですね。す、今度また2月にもウニ潰ししたり、あ、そうですね。するんで、その時に、ね、また観察、観察できたらいいですね。ちょうどカジメが生えてくる時期なので、はい、そうです。合わせてね、観察できればいいですね。はい。はい、まあね、この魚も水温下がってくると同時にどこ消えちゃうんだかしらね、これ何ですか、念仏鯛ですか。あ、これね、もうね、最近念仏鯛いなくて、あれですよね、黒石餅、はい、黒星一餅でしたね、ほぼほぼが、
増えましたね。増えました本当に、ね、昔はねほぼほぼ電物だったね。確かに。でこう作業終了。終了したんです。はい。何時間ぐらいだったんですか。ちょうどね1時間過ぎてましたね。あ結構やる、はあ。腕パンパンじゃないですか。そうですよ。もうあの後からずっと検証員です。はい。ということで、はい、ちょっと結果報告に任せていきますので、はいはい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。